持ちを届けるために世界中の国を回りながら富士市田子の浦に戻ってきました。やりたいことをやってみようということです。大好きなことを試してみると、知らなかったことに気がついたり、こんなことが好きだった自分に気づいたり、大きな元気と力が湧いてきます。いつも僕はみんなを応援しています。一日一日大切に過ごしてください。以上、ふるさと田子の浦小学校を卒業している戦場カメラマン渡辺陽一からのメッセージでした。卒業おめでとうございます。すごいゆっくり語っていただいて、それがそのゆっくり語ってくれるからこそ心に少しずつ染みていて、これからもそうやっていただいた言葉を胸に中学校でも高校でも社会でも頑張っていきたいなって思います。やりたいことをやってみようっていう、そういう強いメッセージもいただけて、これからの人生にいい影響を与えてくださったなと思いました。諦めないっていうような強い気持ちを教わったので、それも心の中に入れつつ、中学校生活も頑張っていきたいなと思いました。子供たち、心があります。1年生から5年生が6年生を思う気持ち、6年生が下級生を思う思いやり、温かさと優しさと強さがあったと僕は感じました。たくさんのやりたいこと、どん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 やってみよう、これが僕からのメッセージです。いい感じです。手のひら、みんなの手のひらぐらいの大きさ、それぐらい。表面はちょっとプラスチックの柔らかさ、でも裏は布みたい。おお、かっこいい。イエーイ。